こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。今日も一言あります。では今日はですね、モテオくんのうまくいく女性の選び方という話をさせていただきたいと思います。で、モテオくんっていうのはやっぱり自分が、あ、この人とだったらうまくいくだろうなっていうのを接していくうちに判断するんですね。それは何を見て、あ、この人うまくいくだろうなっていうふうに判断しているかというと、どんどん仲良くなれる女性を見てるんですね。で、なんか一回ご飯行ったけど、なんか違和感があって、もう一回でも行きたいなと思って行ったけど、なんか盛り上がらない、仲良くなれないなっていう人は、あ、自分でも無理してるなってすごいわかるんですよ。で、無理して、なんだろう、楽しく無理できる、無理っていうか、まあ、最初はね、気使ったりとかあると思うんですけど、それが楽しいのか、すごい疲れて本当に無理してるのかっていうだけで、うまくいく度合いっていうのが変わってくるんですね。なのでポイントとしては、まあ、会ううちにどんどん仲良くなれる女性を選ぶっていうのが一番成功の秘訣だと思います。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達を募集してます。 YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、メッセンジャー、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、この間私またこれを買いました。ストレッチポールのミニバージョンで、ボコボコしてて、これなんかね、筋肉になんかこう張り付いちゃって、それで凝りが取れなくなったりとかするらしいんですよね。で、1500円しないぐらいで毎日ゴリゴリやってます。ぜひあなたも筋膜を剥がしてみてください。なんかプレゼントしても嬉しいと思います。結構そこまで重くないしね。はーい。では、今日も一日お疲れ様でした。よく休んでくださいね。また明日。